東ドイツにおけるドイツ国営鉄道はドイツ民主共和国が存在していた1949年から東西ドイツの統一である1990年10月3日までの東ドイツの国営鉄道。東西ドイツ統一後は連邦特別財産となり1993年に事実上解体、鉄道運行に関する事業をドイツ鉄道に統合民営化。 その他の資産管理及び売却に関する事業処理をドイツ連邦共和国連邦交通建設住宅省監督課の鉄道財産庁に移常した。東ドイツ政府はドイツ国の鉄道事業体ドイツライクス版の正当な継承者であることを誇示し、その事業体を有する東ドイツ側がベルリンを中心とするドイツ全体での鉄道交通に関する権益を主張し続けるために、 第二次世界大戦以前に使用されていた来費を含む名称をあえて使用し続けた。1949年に占領下のドイツの鉄道は第二次世界大戦の後4年続いた占領各国の管理の後ドイツの管理に戻された。1949年10月7日にドイツ民主共和国になったソ連占領地区の鉄道は1937年に ドイツの国営鉄道に与えられた名前であるドイツ国営鉄道を継承した。西ドイツでは国営鉄道はドイツ連邦鉄道によって引き継がれた。DR と DB の双方は両者が合併してドイツ鉄道となる1994年まで別個の企業体としてドイツの鉄道を構成していた。東ドイツ全土及び西ベルリン市内に路線網を広げていた。 第二次大戦前に伏線化されていた主要幹線は戦後保障という名目で行われたソ連の物資接収によって合計1万キロ以上のレールが持ち去られてしまっていたため単線のまま運行を開始せざるを得なかった主要幹線は再度伏線化されていったが1989年に入ってもまだ伏線化を完了することができずにいた特急型機動車 VT18.16KDB で引き続き使用されている2 5 0系電気機関車 DR で使用していた車両の一部は DB の車両として現役である。ドイツ統一まで蒸気機関車が活躍していた。1940年から製造されていた5 2系機関車が知られている。他にルーマニア製のディーゼル機関車、客車としては ゲルリッツ市の車両工場で製造された2階建て客車が多く用いられていた。この車両は1930年代に開発され、1952年から製造が再開されたものであった。主に近距離列車に用いられた。この他に、1964年に登場した高速列車 VT18.16 系があった。この列車は SVT と呼ばれ、 最高時速は160キロを誇った。ベルリンプラハウィーン間の特急、ビンドボナや、ベルリンブダペスト間のハンガリアエクスプレスなど、東欧諸国への直通列車に投入されていた。1989年の東西ドイツ統一まで、西ベルリンと西ドイツとの都市間の便宜を図るために、ドイツ領域通過列車が運行されていたが、西ベルリンと東ドイツ領域内での運行は、 東側が行い、直行する客車の大半に、東側の車両が用いられていた。また、ライプツィヒミ本主開催期間中には、西ベルリンや西ドイツの各都市との直行列車の運転もいった。1980年代には、ハンブルクやミュンヘンから西ベルリンを経由せずに、直接、東ドイツ領域内へ向かう列車も存在していたが、 乗車に事前に入国詐称と通過する越境駅の申請が必要だった。ありがとうございます。